バケン、どうも、かげだよ、ひろきだよ、かげひろきだよ。そして、どうも、あやぽちゃです。はい、ということで、なんであやぽちゃさんに来ていただいたかというと、はい、あやぽちゃさんといえば、やっぱり、メイクですよね。あ、そう、続いてメイクもね、あるんですけどね、あるんですけど、やっぱあやぽちゃさんといえば、この、あれですね、これ、かっこいい、この、ピアスなんですね。これね、すごい今はそんな開いてないんですけど、やーべえやつ僕あの前は開けてたんですけどピアス全部閉じちゃって、ね、そうなんですよ。もう一回開けてーなーって思って開けてもらうならやっぱりまやぽちゃさんに開けてもらおうということで、今回はピアスを開けてもらいます、はい、ただピアスを開けるわけではないんですよ。あのニードルでまやぽちゃさんにここに軟骨のピアスを開けてもらってる間にこちらピアスターでもう同時に開けちゃって度胸試しをしちゃうっていうクソつまらない企画を考えちゃいました。イエーイ、ダブルピースってことで、では早速ニードルでピアスを開けてもらいます。イエーイ、お願いします。はい、いきますよ。シェイクだ。どうする、掛け声はいる？どっこいしょで、どっこいしょ、はい、どっこいしょで、せーの、どっこいしょで、あ、はい、って言ってね。はい、自分で言ってね。いきますよ、せーの、どっこいしょ。痛い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 、めっちゃ痛いんですけど。痛い、めっちゃ痛いんですけど。待って、何なの、めっちゃ痛いです。せーの、どっこいしょ。痛い痛い痛い、いっぱいついちゃった見て、俺いっぱいついちゃったよ。イエーイ、マンジー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 。わかる、伝わる、伝わりますこれ。伝わる、え、なんかあ、もう一個いけるなと思って、あのワンコそば形式でもう一個カチャンってやったら、なんかすっごいところが、すっごい、それ刺さってないよ、ピローン。あ、これも上ですよね、結構。結構上。あ、やば、うわ、すっごい恥ずかしいこれ。え、これでやるの恥ずかしい。じゃあな、顔や、顔よ、顔。あ、結構痛い。はい、うわ、トマトソース、トマトソースだから大丈夫なんだ。トマトソースだから、ちょっとこれ押さえて締めに入ってもいいかもしれない。はい、はい、ということで無事、何も怪我も何もなく無事に、ピアス、2個だったんですけど、2個のつもりだったんですが、1,2,3,4ってことで4個ワンコその景色で開けちゃいます。メンタルも崩壊中みたいな。またあやぽちゃさんの方のチャンネルでも、影井とあやぽちゃさんの謎の話が聞けちゃいますので、はい、ぜひぜひ見てくださいね。それでは次回もまた見てください。せーの、バイバイ。こういうのあるんですね。おでさーロブタオで最高級に愛そうぜ。おーピッピッ、好きな人が優しかった、ピー素敵な笑顔が増えました。